はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというとですね、レビュー企画ってわけでございますね。いやね、まあ一応うちはね、自炊をしているわけでございますよ。まあちょっと完全自炊じゃないですけどね、半々ぐらいかな。まあ編集の状況とかね、残業の状況とか見てね、あ、これはまずいな。ちょっとすぐにね、戻って編集始めないとまずいな、料理しとる時間がねえなとかっていう時とかはね、なかなかできなかったりするんですけど、まあ一応、ちゃんと時間がある時は、ご飯炊いてね、やってるわけでございます。そんな中でね、まあやっぱしね、大事なのがね、お米なわけでございますよ。お米ですね。で、今回ね、でも、お米もね、まあ、なるべく安くしたいじゃないですか。言うて今ね、いろんなもののね、値段が高騰している中でですよ。なんとかね、安くする方法はないか。その中でね、一番ね、安く抑えるのはどこかって言ったらね、やっぱね、お米って大事なんですよね。で、たまたまね、これどこだったっけ？あ、業務スーパーだ。業務スーパー行ったら、なんかね、すごいお米があったんですよ。10キロサイズなんですよね。これね、よいしょ。こんな、ささら雪かな？細雪じゃなくて多分ささら雪だと思いますけど、こんな細い雪っていうね、お米があったんですね。ほうほうほう。で、いくらだったかというと、これが、なんとね、1980円だったんですよ。まあもうここまでタイトルに入ってるから、多分、タイトルに入れてね、なんじゃってね、引き付けてると思うんで、別に引っ張ることじゃないですよね。これ悪い癖なんですよね、おっさん世代の。テレビで引っ張る手法がね、体に染みついちゃってるんですよね。ですので、これ1980円。なんとね、あれですよ、5キロで1980円って言ったら、ああ、まあまあまあ、ありかなっていう感じ。あ、まあまあ、ちょっと高いかなっていうぐらいのね、感じじゃないですか。5キロでね。10キロ。バカだと思ったんです。1980円、5キロで1980円だったら、まあまあまあ、そんな安くないけど、なんでそんな大特価って言ってんのかなと思ったら、よう見てみたら10キロなんですね。これは安い。10キロで2000円切るってあるんやけどね。だいたい今3000円前後かな。まあね、普通のブランド、ちょっとブランド米とかになってくると3000円超えてくる。3000円から3500円とか、10キロだとそれぐらいですよね。無洗米だったらもうちょっと上がってきますしねっていう感じじゃないですか。まあ3000円切ったら、お値打ちかなっていう感じで、2500円切るって言ったら、お、安いやんってなる。そんなような感じのイメージかなと思うんですけど、ね、そんな中でですね、さすがぶっちぎりの、激安の、業務スーパーさん、2000円切ってきたぞということでね。いやー、これね、ちょっと写真載っとけとこかな。後で撮った写真とか載っけとくと思いますけど。いやー、どうなんかなってことでね。まあ、早速ね、書いてね、食べていきたいと思います。多分これはサブちゃんだと思いますけどね。これをね、編集する気力はわかる。ちなみに、現状のところはね、精米。で、複数原料米になってますね。で、国内産ってことなんで、外国産の米ではないらしいです。まあ逆に今、外国産の方のが輸入燃料費とか高くなってるんで、高くなりそうですもんね。で、作ってるのは大垣のところで、精米してるみたいですね。毛利米国産となってます。さあ、果たしてこれ、どんな感じなのか。一応書いてあったのは、白いお米の率が高いですっていうことらしい。その分お安くしておりますっていうことらしいんですけど、すごいですね。一応そうですね、100%、国内産100%の低品質米って一応、表記のところには、書いてありますね。まあ、大垣といえばね、水どころですからね、さあ、どんな感じなのか、早速ね、書いて、レビューとか入れていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、炊き上がりましたよということでございますね。写真の方がいいかな。これだとちょっとわかりにくいよね。しかも、のりたまかけちゃったんだよね。炊き上がった感じはね、正直、めちゃくちゃ、普通のちゃんとしたご飯の感じです。水ね、多めにした方がいいかなとかって言ってましたけど、これ、要は、古米じゃなくて一応新米みたいなんで、そんな、
水を多くし、あの、少ま、あの、多くしないといけないよとか、そういう感じはなかったです。普通に、定量で炊き上がった感じで良さそうな感じですね。あ、しますね。しまった。一応炊き上がった状態に写真は撮ったんですけどね、もうのりたまかけた。一回そうですね、あ、白いところ食べればいいか。早速いただきましょう。いただきます。どうかな。ちゃんとご飯です。あ、いいな。へえ。なんていうの、もちもち感、コシヒカリとか空いた感じのもちもち感みたいなのはちょっと確かに薄いかなっていう気はしますけど。おいしい、おいしい、おいしい。ふりかけとの相性も OK ですね。これなら全然ありですね。すごいな。なんせ、10キロで1990円でしたっけ？ですから、2000円切ってますからね。まあ、1990円だったとしても、まあ、グラム単価ってあるじゃないですか。で、お肉とかやったら100グラム100円切っとったらめちゃくちゃお得倍やなって感じがしてきたりとかね、あったりするじゃないですか。一応味噌汁もインスタントですけどね。で、これグラムじゃ、10キロで2000円だったらっていう場合ですよ。どれくらいのね、100グラムあたりのお値段になってくるかなんですけど、まあ、普通に計算したらね、10キロで2000円って言われたら、1キロあたり200円、1キロあたり、1キロあたり200円やろ？そうすると、100グラムで、20円。っていう計算になると思うんですけど、実際お米って炊き上げるじゃないですか。で、炊き上がったお米って、まあ単純に1対1ぐらいで炊くんですよね。180グラムお米に対して、水180グラム、あ、グラムっていうよりは CC かな、カップで測るんで、180cc に対して180入れると、だいたい1対1ぐらいで、いいのかなっていうぐらいです。まあ、私の場合、ちょっと少なめに炊いたりすることが多いんです。固めが好きだったりするんでね。っていうのがあったりするんですけど、それで計算すると、変な話、まあ、水の原価っていうのを考えなければ、皿の半分になるんですよ。ですから、10キロで2000円、だから20キロで3000円の米買ったとしても、1キロあたり300円でしょ？ 100 グラムあたり、だから、じゃあ、10キロあたりで、ですから、それ20キロ取れる計算になるんで、水を入れるとね。そうすると、20キロで3000円。まあ、ですから、30と10キロで1500円になるんですよね。ですから、そうすると、1キロ150円。1キロ150円。1キロあたりが150円。ですから、100グラムあたりが、100グラム、グラム15円か。そうですね。100グラムあたり15円になるんですよ。ですから、これ基準に、だいたいね、10キロ3000円のお米を買ってるなっていう人は、だいたいこれ基準にして考えるとよくて、まあ、100グラムで、まあ、だいたい200グラムで、ですから200グラムの、まあ、お茶碗山盛りで、30円ぐらいなんです。っていう計算になります。まあ、実際には、ちょっと炊き上げて、水分量飛ぶからって言って、確認計算すると、あと水の原価とかっていうのを考えると、多分35円ぐらいになってくるのかなっていうところなんですけど、まあ、ざっくりと計算するとそれぐらいなんで、なんでいかにね、家で米炊いてやるといいっていうのは、3000円でもそれなんですよ。で、今回の場合、2000円で計算しましょう。2000円で計算したとしても、そうすると、10キロあたり2000円から、10キロあたり1000円になるんですね。ってことは、10キロあたり1000円ってことは、1000円ってことは、1キロあたり100円でしょ？ 1 キロ100円でしょ？そうすると、100グラムあたりが10円なんですよ。なんで、2000切ってくることは、100グラムあたりが10円切ってくるってことなんで、これはありがたい。相当安いですね。いい加減年やしね、食料も抑えてかなと思ってたんですけどね。やっぱ食欲には負けるんですよね。これなら、またお腹いっぱい食べる日々が過ごせれそうですね。まあ、特に、実は雑談することも、実はこの合間にね、別の金星のラーメンの紹介動画とか撮ったりしてるんで、実はね、
かもこんなと仕事なんで、ちゃちゃっと食べていかないといけないんで、食べ終わった写真だけね、ポンと出して、美味しくいただきましたよと、させていただきます。このままいただいて、そのまま仕事に行ってきますんで、よろしくお願いいたします。という感じですね。まあ、よかった。これはありですね。ちなみに、ささらゆきって言ってましたけど、テロップで入れてるかな、ささめゆきですね、多分。うん。そうですね、ささめですね。あれでささめですね。多分、の方が正解だと思います。それだけ訂正を入れて、ここまで見ていただいている方がどれくらいいるかですけど、テロップ入れとこか。という感じで言っていきたいと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。わあ、カメラこっちが慣れない、これ。